はい、どうも、まぼちゃんです。はい、今日はですね、宇多島公園からお送りします。バッティングとかピッチングにおいてですね、試合前に大事にしてほしいめちゃめちゃ重要なことを今日は話させてもらいますんで、ぜひ聞いといてください。で、これがね、しっかりできるようになると、スランプだったりだとかいろいろ考えたりすることっていうのがかなり減ってくるんで、結構ね、結構っていうかかなり重要なんで、これはちょっと見といてもらったらなと思います。はい、今日はちょっとバッティングについて話します。ピッチングも一緒なんですけど、バッティングで説明させてもらいますんで、ご了承ください。今もう真っ最中スランプの人とかいろいろ考えてると思うんですけど、その時にね、よくあるのが、いつも打ててる時この辺で構えてるなとか、だからトップの位置が作れてない、これよく聞きますよね。トップの位置が作れてないからしっかりトップを作りに行こうとか、こう前に突っ込むから前に突っ込まんようにしようとか考える人、これ僕も昔考えてたんですけど、結構いると思うんですよ。そういうのをちょっと全て払拭しようかなと思います。今日大事に してほしいのは、こんなんも一切考えなくていいっていうことですね。注意してほしいのが、注意書きでここ書いててね、注意してほしいのが、まだ形ができてない人はこれは別に関係ないと思っておいてください。ある程度野球をやってきて、もう自分の形ができてるよ、でもなんかおかしいなっていう人が、対象になってきますので、これだけはちょっと勘違いしないようにしてください。いつもここで構えてるのにここに来てないからおかしいっていうのが、そもそもそれが間違えてるんですよね。おかしくないんです。というのも、人間の体っていうのは毎日コンディションっていうのが違います。多分いろいろ経験皆さんあると思うんですけど、今日体しんどいなとか、体重いなとか、うわ今日めっちゃ体軽いわとかっていう日があると思うんですよ。で、そんな時、例えば体重い日とかって、足上げるのしんどかったりとか、ちょっとした動きがもうしんどいわってなると思うんですよね。で、そんな時ってコンディションがいい時、今日めっちゃ軽いわっていう時と、足の上げるスピード、腕の上げるスピードで、もちろんピッチャーで言ったら球速とかになってくるんですけど、そんな変わってくる状況の中で、その日ここに構えなあかんって、いい日も悪い日も同じとこでそもそも構えれるわけがないんですよね、バッティングって。それを無理やりそこに合わそうとするから、その日のピッチャーのタイミングとかに合わなくなって、で詰まる、もしくは速くなるとかっていうわけのわからんことになって、考えて考えてスランプに陥っていくんですよね。試合前にそう大事にしてほしいことっていうのは、自分のその日の体調とか、自分の体だけじゃなくて外的要因でいろいろ変わってくるんですよ。例えば気温、朝7時から、まあ、草野球とかやったら朝7時9時っていう枠があったりするんですけど、7時9時でやる時間帯と日中の、まあ、11時とか13時からやる試合って絶対体の動き違うんですよ。朝起きて眠たい状態で寒いとか、そんな状態で試合をするのと、あったかい時に体がしっかり動く状態にするのと全然違うんです。その時のフォームが一緒なわけないんですよ。あとは季節ね、今撮ってんの2月なんですけど、この2月の寒い時期にやるのと、夏場の暑い時期、しかも疲れても汗だくで疲れた状態でやるのと全然コンディションが違うんですよ。何が言いたいかっていうと、大事なのは試合前に、自分の一番力の抜ける位置っていうのを探してほしいんですよ。それは別にここでもここでもいいわけですよ。で、僕で説明すると、大体僕はこの辺なんですよ。バットのグリップの位置って体がめっちゃ朝から重くて全然体動かんなっていう時があったんですよ。で、その時試合やったんですけど、僕この辺やったんですよね、バット構える位置。これね、チームの人とか、あと、まあ、相手チームに知ってる人おったりしたんですけど、なんか打撃フォーム変わってないみたいな言われたんですけど、これ変わってるわけじゃなくて、その日のコンディションが午後が一番自分の力が抜ける位置やっただけなんですよ。もちろんここからバット振ったら上に構えてる時より打球は飛ばなくなるんで長打は減ります。でも自分の今のコンディションの中で最大限のパフォーマンスを出すにはここっていうだけの話。
大事なのはその日のコンディションに合わせて自分が最大限のパフォーマンスっていうのを出せるようにするっていうのがすごい大事。力が抜ける位置っていうのが一番最大のパフォーマンスを発揮できるところなんですね。こうやってここで構えてるからここに持っていかなあかんってなると、何が働くかっていうと、ここに持っていくっていうのは脳で意識的にここで持ってきてるわけですよ。でこれってあんまり良くなくて、無意識でそこまで持っていく。でさっきある程度野球やってきた人が対象って言ったのは、ある程度野球やってきた人ってトップの位置って勝手に作れるんですよ。トップの位置作らんでもバット振ってって言ったら、こっから振る人なんて絶対いないでしょ。でバット振ってって言ったら絶対ここまで持ってくると思うんですよね。これって別に無意識でやってることなんで、トップの位置は勝手に作れるんですけど、これをここに持ってくるってこう意識的にやってしまうと、もうそれだけで遅れるんですよ。人間の体って無意識と意識的にやることは無意識の方が絶対に早いんで、その意識反応、これがしっかりとできるバッターがいいバッター。練習の時は意識的でいいんですけど、試合になると1個2個遅れてくるんで、無意識でやると。その無意識を高めるためには、自分でその日のコンディションっていうのをしっかり確かめながら、バットはどこで行ったら一番力が抜けるのかっていうのを試合前に確かめる、これがすごい大事っていうことを今日は伝えたかったですね。で最後に一番言いたいのは、一つ、その日にコンディションによってフォームが変わってしまうっていうのは あまり良くないです、ほんま。一番何が大事かっていうと、コンディションを一定に保つ。そのためにはやっぱり普段の日常生活だったりだとか、体のメンテナンスっていうのをしっかりしましょうということですね。草野球やってる方々とか、少年野球、中学野球やってるね、あの校からとかも施術の依頼受けてさせてもらうんですけど、やっぱりね、日々のメンテナンスできてないからめっちゃ多いんですよ。日々のメンテナンスができてないと、やっぱりどっかに痛みがガーッと走ってきたら無理してどっかカバーで、もっと痛み出るし、他のとこも悪くなるしっていうところが出てきて、フォームめちゃくちゃになってきたりするんで、日々のその食事とかもそうですけど、自分の体調管理、コンディションしっかり整えていく、あとはもうメンテナンスですね。そういうことをしていって、自分の方も一定に保っていくと。でその中でもやっぱりちょっとした体のだるさとかっていうのはその日によって違いますし、気温も違うし、さっきも言いました季節も違うっていうところがあるんでね、力をしっかり抜ける位置っていうのを探してください。これはさっき言いましたけど、ピッチングでも一緒です。今日はバッティングで話させてもらってますけど、ピッチングでも一緒なんで、ぜひね、これをちょっと試合前に試してもらって、別にフォームとか気にせずに、力抜ける位置がもうここで、もうここやったらここでいいですよ。ここから振り出したら無意識で勝手にここまでトップできてきます。それをねちょっと意識してやってみてください。そうすればスランプだったりだとか、調子が悪い波がね来にくくなってくるんで、はい。では久しぶりにね、ちょっといろいろ話させてもらったんですけど、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、ではありがとうございました。